じゃあ、ラビー、ただのラビットです。ではです、ブレスレットバニーを作ってみたいと思います。はい、参りましょう。こうです。オンリー2バルーン、すごくシンプルでイージーです。さあ、いきますね。ジェマールツ、ピンク、アンド、ホワイト。Inflate left at 6 to 8 inches about left. 残してください。こうね。で、作り始めるポイントは、スタートポイント is here. Here. いきます。まずは、bunny's ear. 耳を作ります。持ったまま、please keep and twist.同じ長さになるようにします。ぐらいかな。で、こう、プットイン、バルーンズネック。この中に一回入れましょう。はい、次。いや、バディですね。バディ、ラビ、バニー、バニーじゃないや、バディ。久しぶりに目から撮るんや、嬉しいわ。はい。すごくね、ジェマールの、ジェマールズピンク、すごい滑りやすいな、滑らかというか、まあ、いい意味では滑らかで、あのすごく滑ります。滑るからね、あのすごく滑らかなんですよね。スリッピースリッピースリッピー、はい。アーム and ボトムズフット。でこれをね、この2バルーンをこの間にプットインするので、Your first fingerじゃあ、ファーストフィンガーを使います。親指を使って、これをプリッと、こっち側でこう広げながら入れていく。で、まずはね、引っかからんけね、これ、こういう時にはすごい作りやすいなと思う。ツルーンと入ってくれるけど、決めて、ボトム、フット、フット、アンド、ハンド。これを、一緒に持って回します。はい。で、いろんな作り方があると思うの。このままピンチツイストを作って回してもいいし、or and a small bubble、スモールバブルを作って回してもいい。今日はスモールバブルを作った後に2ピンチツイストを作ります。1ピンチツイスト and 2ピンチツイスト。しっかり回して、これをこっち側に回していきます。要はこのフェイスね、フェイスを作るよ。フェイスを作ります。これちょうどいいぐらいかな。ちょうどいいぐらいだね。これ引っ張って、まあ、できるだけ根元がセンターに行った方がいいんで、引っ張ります。そしたら、これも滑るんで、こういう風に、ほら、これが後ろでしょ。これが前でしょ。こう収まってくれるので、これでいいです。次、腕輪のこれを作りますね。ブレスレットを作ります。こういう時はね、こういうのはね、いいんですよね。ちょっと膨らましつつ、これ長いからね、これ。どうしようか。カットしようかな。カットしてやっても、どっちでもいいです。こういうのも、さっき失敗したやつ、こんなんでもいいし。どっちでもいいです。はい。これをちょっと膨らませて、エアを、put out で、結ぶ。あ、短い。大丈夫？はい、大丈夫です。こんな感じね。で、これを、ここに、クルリンと巻いていきます。あ、そうそう、クルリンっていう、看護師さんがおるよね、僕のバイト先に。すごい可愛らしいんですよ。クールリンっていうの、あのおばあちゃんがテーブルに寝るときに、あの回るときの掛け声ですね。ちょっとマイブームなんで流行ってます。クールリンめっちゃいい看護師さん、もう本当リスペクトしたい、本当いいからね、うちの看護師さんいいっすよ、優秀、楽しい仕事だね。まあ、院長先生と副院長先生がいいよね、やっぱね。はい、できましたね。
こういう感じですね。後ろ。バック。ビューオブバック。ビューオブフロント。はい。では、顔を描きます。顔は好きに描いてください。これね、シン、太い、シン、シック、アンドシン。細いのと、ん？いいか。まあいいや。はい、いきますね。描きますよ。なんかちょっとね、どういう顔にしようかな。同じカオスなやつ描いてもなぁ。うん、ちょっと変えてみよう。あ、これちょっと弾くね。バルーンが弾くんじゃないかなって。この前、あ、すいません。あの、この前、ペンが弾くとかって僕言ったんだけど、多分ね、バルーンだと思うよね。あ、そうじゃない。これの、ノリがいいんで、これは大丈夫ですね。ああ、楽しいな、バルーン。ギシも楽しいけどね。下にも描いちゃおう。めちゃめちゃ目が。楽しいな。なんかね、カンさんね、バルーンやっとったらね、時間忘れるんですよ。本当に。俺、マジバルーン好きなんだなと思うわ。ほんま。あっという間に時間が経つ。今日は休みなんですけど、あの目の大きさが違う。もうあっという間に日が、時間が経つんですよね、休み。バルーンの仕事するんで。お、ちょっと変わったね。よし、OK。新しいバルーンじゃん。ドーン、ドーン、やばい。こう難しい。ひげが。ヒゲが難しいね。ああ、いいじゃないですか。ねえ、よくない？なんか。ほら、なんかちょっと顔が違う。かわいいかわいい。ちょっとほっぺた描こうかな。調子に乗ってます。はい。ちょっとほっぺたを描きます。ピンクに、ピンクのほっぺた描いてもあれなんだけど、描いてみよう。お！いいじゃん。かわいいかわいい。もう列に入ってるからね。アホじゃん。あ、できたー、やったー、ほら、かわいいねー。お前作ってあげたい。分からせたら病院持っていこう。女の子にあげたいな。3つとか4つとか、小学校低学年とか、絶対喜ぶ。自信がある。変な自信がある。でもね、あの、神様別に、あの、あれですよ、百発百中ってことはないんですよ。プレゼントしたりする。プレゼントだからね。お金もらってないから、ね、病院でやるときは。ボランティアだから。僕が好きでやってるんで。この前ね、おばあちゃんにね、花をね、あげたんですよ。言ったら、今から買い物行くから、いらないよって言われて、めっちゃショック。ショックなことないよ。それいろんな都合があるけど、ね、恥ずかしいよね。おめ、買い物行くときにね、花ついとったらね。というわけで、あの、今日は、ちょっと先取りなんですけども、春のために、ブレスレットを作りました。これね、あの、きつくなりすぎんように気をつけてね、あの、受けするよ。血管浮いて、浮かんか、子供は。おばあちゃんとか気をつけてください。はい。あの、程よい強さにしましょうね。あと伸ばしたりとか、やったらうまく調整できると思います。僕ね、昔ね、始めたばかりの時はね、頃合いがわからなくて、帽子とか手につけるものとかをギュギュでつけたこともあったから失敗をもとに皆さんにそれを注意してねっていうことをお伝えしています。一応ね。はい、それではこれ顔の向き変わる気やね。それでは今日はバニーちゃんのブレスレットを作りました。また会いましょう。上から撮ったよ。バイバイ。 See you again。